てたけど、あのジブリの塗装ってね、結構人が入ったもん。こんにちは。今午後3時ちょっと過ぎたとこなんですけど、夕立でね、もうすごいんですよ。風と雨とね、雷もすごくてね、でちょうどいいやってことでね、ジブリに検討されてる方はね、ルックスが好きだからっていうのが一番だと思うんですけど、まあ試乗した人はね、分かると思うんだけど、まだ1回目乗ってないよっていう人はね、乗り心地とかね、操作の感じとかね、どんな感じってよく聞かれるんだけど、運転しててすごい楽しい車なんだけど、ルックスとそういう操作に関してはね、運転のこう感じは全然おすすめな車なんだけど、この部分だけはね、ちょっとよく考えておいた方がいいよっていうのがね、まずね、こう今わかると思うんだけど、この雨のこう屋根を叩く音ね、天井を、まあハスラーも結構うるさかったんだけど、ハスラーのね 1.5 倍ぐらいの音をしますね、中に響いてくる雨の音ね。でこれが、この音が、まあ一般的なその 1500cc から2000ぐらいの普通車の車と比べるとね、かなり大きいんですよ。だからその辺のクラスね、 2000cc 前後のクラスの車から乗り換えたりするとちょっと音がね気になるんじゃないかなっていうのはね、これやっぱり大きいですね。みたいな車から乗り換えた僕でもやっぱり最初はね、すごいびっくりしたんですよ、音が大きいんで。これはやっぱり、覚悟しておいた、もし買われるならね、覚悟しておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。それと塗装、まあ普通にね運転してる分にはね、塗装なんて関係ないでしょ。なんだけど、僕はルーフキャリアを乗せてあるんですけど、でこの前ちょっと荷物をね、乗せて走ってたんですよ。で下ろす時にね、ちょっとね屋根に荷物をね擦っちゃったんですよ。まあプラスチックのちょっと固めのやつだったんだけど、それねちょっと当たったところがね、塗装がね削れちゃったんですよ。下地まで出ちゃうとかそういうことじゃなくてね、塗装のその塗膜の部分がガリッと削れた感じになってね、へこんだりとかはしてないんだけど、でその時ね思ったのが、話では聞いてたけど、ジブリの塗装ってね結構弱いすごく弱い。でハスラーはね、もちろん、まあ、同じスズキなんだけど、そうなんか擦ったりとかすることがなかったから、まあちょっと比較はできないんだけど、今まで乗ってた歴代の車から比べると、やっぱ塗装はねかなり薄いんじゃないかな。薄いっていうか弱い、なんていうか柔らかいっていうのかな、それはすごく感じましたね。ざっくりきましたからね、ざっくり、塗装のそのペンキの部分だけ塗っていかれるみたいな感じでね、すごいでしょ、ね、これ今はね、これでもさっきよりかなりねおとなしくなったんだよ、雨ね。さっきはね、もう10分前ぐらいの時はね、ほんと台風みたいだったんだよ。あの時撮っとけばよかったなと思って。あとね、これ、まあ、今ちょっと本当にワイパーね、前は全然見えないぐらいの状態だったんで、これ今はまだいいんだけどね。で、こういう土砂降りの時じゃなくてね、本当にパラパラ降ってる時って、その間欠やるでしょ。で、まあご存知だと思うけど、ジムにいてワイパーの間欠調整ついてないんですよ。
この止まってる時間のね調整できないんですよ。だから他の車種もねそのままこうつけれるやつあるでしょ、コントローラーがついてるやつ、あれに変える人もいるんだけど、僕はね最初ジムに来たらそれに変えようかなと思ったんだけど、なんていうのかな、こう装備をねどんどん良くしていくと、なんていうのかな、その快適性は上がっていくんだけど、なんかそのワイルド感がねだんだんなくなっていっちゃうような気がするんですよ、最近ね特に思うんだけど。でジムに頑張って快適性をこう追求していってもやっぱりどう頑張ってもその、ね、静かな接触性の高い車種に比べるとやっぱり負けちゃうからね。だから上げれば上げるほどその快適性を上げていけば上げるほど、そういう何ていうかな、上級クラスの車にから比べるとなんかちょっと劣ってるみたいな感覚に、ね、なっちゃうと思うんですよ、うん、だから割り切ってこういう車なんだっていうふうにね割り切って乗れるかどうかだと思うんですよ。僕はもうこれ大好きですけどね、こういう比較的こううるさい車好きなんですよ。でサラリーマンの時に乗ってた営業車もね結構うるさかったんですよ。なんかそのうるさい車のエンジン音とか振動とかで、ね、そういうのがね、若い時から好きなんですよ。だからジムにはね乗っててすごく楽しいんだけど、見た目重視でねもし今検討されてるんだったらのこう実際に乗ってみてがっかりしちゃう、試乗とかなんかだと分かんないしね。で雨の日での試乗ってあんまりしないでしょ、大体晴れた日でしょ。だからねその悪天候で乗ってみて、まあ、もし知り合いにねジムに乗ってる人がいたら同乗させてもらうとか、その天候の悪い日にね、そういうのでね一回こう体感してね、それでも大丈夫だなって思えたらいいと思うんだけど、多分普通の乗用車の感覚で、ね、いるとちょっとびっくりしちゃうんじゃないかなってね思いますね。以前もねお話したんだけど、もしマニュアルの免許を持ってる若い人でねだったら、まあトルクン限定だったらねあれだけど、まあ日商の免許を持ってる人はおすすめマニュアル車、すごく楽しい、めちゃくちゃ楽しい。もちろんねマニュアル車でもブレーキのねホールド機能はついてますから、坂道でね、クラッチ操作するときに後ろに下がっちゃうなんていう心配はないからね、2、3秒止まってるからね、ブレーキ離しても、それは普通のオートマジックと同じだからね。ただこの前ブログにも書いたんだけど、アイドリングストップのキャンセラーをね僕はこれミッションだから入れたんだけど、僕のモデルはねからついたんですよ、マイナーチェンジしてね、ミッションでもアイドリングストップついちゃったんで、発注した時はね違ったんだけど、納車の時はもうその3型っていうのかな、アイドリングストップ、ミッションでもアイドリングストップがついたタイプになっちゃったんですよ。で実際まあそんな切ればいいかなって考えてたんだけど、まあエンジン切って次かけるときは復帰してるからね、まあ面倒だなと思ったけど、まあその辺は我慢するかって思ってたんだけど、実際ねマニュアル車でねアイドリングストップ聞くとね正直怖い、ちょっと最初はねドッキリしましたね、エンストスタイルかなってね。もちろんシフト操作があるからね、ちょっと車の挙動がおかしいかなって思っちゃうとね、ちょっと危ないからね、あ、これはこう
怖いなってことで、僕はキャンセルはつけたんだけどね。まあそんな感じでね、乗ってみないとわからないこといっぱいあるからね。でまた気がついたことがあったら、お話ししますからね。今日はね、家帰ります。雨すごすぎちゃう。